ボンゴととといいいいいうことでねボンゴにつててやっていきたいと思いますどういう違いがあるかっていうとリムっていうですねえこの皮を止めているパーツがありましてこれカーブリムっていうやつここがこう丸い。対してこれまっすぐっていうかシュッとしてるのがこれトラディショナルリムになります、は。い まあざっくりとした説明で言うと、ラテン音楽、サルサ、キューバ音楽、やります。で、座って演奏しますっていう人は、トラディショナルリムの方が正直いいっす。おすすめ。で、カーブリムは、まあバンドの中でやりますとか、スタンドにつけて演奏しますとかいう場合、いいです。まあ、こっちが普及してんだけど、音とか、えっ、ー、と、まあ、ボーンゴの特にその高い、カラコロカラコロとかね、スパコーンっていう、シャープな感じを出すには、トラディショナルリムの方がいいかなっていう気はしてます。はい。 あとはですね、意外とね、これ、サイズがメーカーによって全然違うんですよ。これがまあ、各メーカーのエントリーモデル、手に入りやすいボンゴの型番でございまして、この右側がサイズなのね、インチです。結構違いますので、これ何が困るかっていうと、まあ、持った感じね、これ LP だからちょっと、他のメーカーよりも大きい、重い。重いとどうかっていうと、座った時に演奏するのが若干きつい。 っていうのはあります。まあ、その代わり大音量まで対応できるよっていう感じね小ぶりであれば小ぶりであるほど音は小さくなるけれども持ち運びしやすいし足に挟みやすいし軽いっていう特徴があります、はい、ただヘッドね <laughs> ヘッド本側のものとプラスチックでできてるものがあるんですけど特にこの本側の高い方っていうのが破れやすいです、はい、普通にやってたらねうん1年1年くらいで破れると思う で破れた際には交換が必要なんですが、これがね、意外と手に入らないものがあるっていうことです。で、さらに、このサイズが、メーカーによって違うので、互換性がないのね。たまたま合えばラッキーっていう感じ。このサイズが同じね。えー、例えば高い方、トカの7インチとゴンボップスの7インチは、えー、一応サイズ同じだから、えー、同じの使えるかなっていう感じで、あったらラッキーっていう感じなんだけど、結構合わないことがありますので、ご注意くださいっていう感じ。 しかもそんな簡単に手に入らなかったりするの。海外から取り寄せで、うん、3週間待ちますとかね、えー、はたまた半年待ちますっていうこともありますので、お使いのメーカーのものが手に入りやすいかどうかっていうのも、念のため調べておくと安心です。はい。これ、プラヘッドなんですけど、これ1回もう調整したら、もうそのままケースから出して、そのまま叩きますっていう感じなんだけど、本側の方ね。 本側の方は叩く前に一回こう全部チューニングして均等に貼ってまあたいこんな感じかなっていうのチューニング合わせて叩きます叩き終わったら破れないように緩めるっていう作業が必要になりますはいのでめんどくさいわっていう人はプラヘッドがおすすめまあ音はやっぱりプラスチックの音なんで本側に比べたらねちょっと軽くなるっていうか薄くなる、えー、ですけれどもまあとにかく楽さを優先させたいという人はプラヘッドです ヘッドはこんな感じで革にこの金属の輪っかが中に仕込んであってこういう形で売られてます。で、これをサイズが合うやつを買ってきて交換する場合ね、これ外してつけてまたつけるっていう感じです。今これプラスティックヘッドでカーブリム。はい。こんな音です。 こちらは本川こっちが馬でこっちが牛で今回も独断と偏見でボンゴブランドを紹介させていただきますはいボンゴを買うってなったらね大体このどれかっていう感じ まず LP っていうのがもう無難オブ無難。もう迷ったらここえ。最初にこの商品のボンゴを作ったのが LP っていう会社です。で、LP、まあそれなりに値段が高いので、えー、マタドールとかね、アスパイアといった廉価版モデル。ちょっと値段抑えて、クオリティも抑えてっていうようなブランドも出てます。廉価版ブランドっていうか。まあマタドールっていうのが一応入門期っていう感じ。 アスパイアっていうのはもっと安いんですけどね1万円ぐらいであるんですけどこれはもう完全に子供用っていう感じですだからもしあのお子様がいらっしゃる方でなんか家のものしょっちゅう叩いてるわっていう人はこのぜひアスパイアをあげてくださいお子様にはこれちょっと小ぶりで、まあ、作りもねめっちゃシンプルでそれ以外ですとマイネルとかトカとか,とかゴンボップスあと、えー、日本のドラムとかねで有名なパールっていう会社も出しております、まあ、この辺かなっていうところです 個人的におすすめなの。超独断と偏見で選ぶとしたら、まあ、LP は使ってるんですけど、それ以外だったらね、とか。圧倒的にとか。とかはね、ちょっと価格帯安いと思う。他より。で、クオリティがそんな落ちるってことはないし、えー、皮もいいし、うん。入門機としてとかいいですよ。 LP でちゃんとしたやつ買うとなると4万円ぐらいします。同格のとかだと、まあマイナス1万円っていう感じですかね。3万円台からあるかなっていう感じ。で、あの、座って足挟んで演奏してもいいし、まあこんな感じで、スタンドにつけることがありますので、スタンドの説明をさせていただきます。はい、これもね、意外とチョイス難しいです。大きくですね、4タイプかなというところで、まず挟むタイプっていうね、 このボディのここをこうグッとこう締め付けて挟むタイプが、まあ、スタンダードタイプっていう感じですね。これはよく、えー、いろんなメーカー出してます。まあこれは装着しやすいし値段もそこまで、えー、高くありませんので選びやすいかなと思います。デメリットとしてはね、ここをこうギュッと挟むんでここにね、跡がつく。こんな感じで。<laughs> 見えるちょっと傷ついてるっていうかへこんでるでしょこれ。 挟むタイプだと、こんな感じで、ちょっとね、ここが傷つきます。まあ、気にならない人は気にならないと思うんですけど、神経質な人はご注意ください。傷つきます、このタイプ。で、えー、それを補うというか、より安定性を高めたのが、真ん中のアンダーバータイプっていうやつで、ボンゴの下に長い棒がついてて、これはめちゃくちゃ安定します。マイネルが出してるタイプね。はい。で、とにかくこの装着のしやすさを優先させたのが、ベルトタイプっていう右側のやつで、 私もこれベルトタイプでございます。はい。こうカチャっとやってね。こうすぐ、えー、つけたり外したりするっていうのがめっちゃ簡単。あと、問題なのが座奏用と立奏用っていうのがございます。例えばね、今座ってるんですよ、私。椅子に座ってますと。で、椅子に座って、アコースティックなんか特にこう立つ必要はないじゃないですか <laughs>。立ってもいいけどね。カフェで演奏しますって言って、こう立ってたらちょっと。 目立つじゃないですか、こう座ってやりたいよねみたいな時に立層用のボンゴだとちょっとこう高いから叩きづらかったりなんかね花本とボンゴを叩きたいですっていう場合花本を置いてえセカンドパーカッションとしてボンゴを置いておいてスタンドにつけてねえ曲によって叩き分けたいとかいった場合に立層用のボンゴだと花本から打ってこう打ってこうなっちゃう 大体この高さが顔の位置ぐらい来るんで。下方に座った時に。はい。これ高さご注意っていう感じ。えー、メーカーとかね、まあネットで見ると高さちゃんと書いてあるんで、よーく調べて選ぶといいと思います。左側の挟むタイプは割と低くまで、立層用でも低くまでセッティングできるので、座層用と立層用、えー、両立できるかなっていう感じ。基本は立層用ね。基本は立層なんだけど、えー、座って演奏したいっていう場合に、 LP とかマイネルだとちょっと高いっす。高さが。あとはまあよくあるパターンとして、コンガとボンを並べたいじゃないですか。バンドでパーカッションやってるって人、はいう人。こういう時にやっぱりね、これ高いのよね。LP のやつとか。だから角度をこう傾けないといかん。なのでちゃんと LP とマイネルは座礁用っていう座ってやるときの低いやつが出てます。はい、これいい商売だよね。 最初からこのバーがちゃんと2本ついてるっていう状態にしてくれよっていう思いませんあのスネアスタンドとかだとちゃんとありますよね。小太鼓ね。スネア用だと座草用のバーと立奏用のバーっていうのが最初から2個入ってるっていうのがあるんですけど、ボンゴもそうしてくんねえかなっていう。値段がね、菊谷、パール、ジブラルタルで1万円台、マイネル LP だと2万円台っていう感じで、まあまあしますよね。 なので、これセットで買うってなると、いきなり5万円ぐらいするじゃんっ。つってね。いつの間にか高級 <laughs>、高級楽器になっている。